範疇を得るため、帝軍山を奪取します。まずは、手元の手を進行してください。腕が鳴るわい。火のひよっこなど、ひとひねりにしてくれよな。まっすぐに存在は必死です。さすがに守りは出ないですが、その対処に時を費やしたくありません。ここは別の道を探りましょう。まずは持っている人を制圧してください。
人の影覚えておこう。敵将は打ち立ってやったらいい。その勢い誰にも止められますまい。この超瞬間が見る限り剣道山は渡しません。さあ、あなたはここで散るのです。そちらから敵本陣を吸収してください。おお、いい戦ぶりだ。おお、絶景から、敵の本陣が丸見えじゃ。ここから一息に攻め落としてくれようぜ。なんて勢いだ。無理だ、こんな攻め止めきれねえ。そりゃやるぜ。貴様の本気で止めてやる。いやか、なる交換賞が勇の一つとなる。おやじいち調子に乗り上がって手があの世に叩き込んでやろう。やっけぜ、ここは一度動くしかねえな。その程度は足もお見通しさ。今必要なのはこの一手。俺としたことがまんまとはめられたか。頑張んな。と思うなよ。
に楽文献お手合わせ願います。いざ超王国の前に立つならば撃つのみよ。いいんだよ、うん、ここは逃がしておきな。逃がしていいとはどういうことだ。ここで深追いしては相手の思うツボです。ん、そういうことさ。じゃああいつら行くよ。ええ、お願いします。ん、行くってどこへだい。ちょいと繁盛までね。